まずは湘南です。ゴールキーパーソンボングン、ディフェンスは高橋、キム・ミンテ、鈴木淳之介の3バックです。アンカーに田中、インサイドハーフは池田とバラダ、両ワイドは鈴木優と吉田、前線はルキアンと鈴木明人の2トップです。ゴールキーパー松本、ディフェンスは片山、犬飼、古賀、ジエゴの4バックです。中盤は山田、加入後初先発の手塚、白井、マテウス・サビオ、前線は細谷と小山津の2トップです。サビオ転がして落としたボール、マテウス・サビオ、ボール前ヘディング、飛び込んでいきました。まさしく今の攻撃だと思います。犬飼です。まあ、サビオのボールもすごく良かったと思いますし、まあ、最後は犬飼惜しかったですね。得点になってもおかしくないような場面作りましたね。ファイト、吉田ワンタッチ、スペースへ、吉田走る、吉田のクロス、ゴール前、ルキア、ヘディングシュートはバーの上、いい攻撃でしたね湘南。まあ、広げたところからダイレクト、バラダと吉田のワンツーから最後はボックスに質の高いボールを渡すと。山津、クロスボール、ヘディングシュート、細谷のヘッド、細谷の手前のところで小山津が少し浮くんで意図的にこう下がったりとか、まあ、そういうところでうまくボール引き出しながら、まあ、今はクロスまで作りましたけど、スペースへのボール、ここはつながってはいけませんでした。掴んでいく、掴んでいった、田中奪った、パスが通る、バラダシュート、奪ってからの速い攻撃、柏からすると気をつけたいですね、今みたいな取られ方はね、もう狙われてますからね。そしていくワンツークロスボール、速いボールだ、ビッグチャンス、よく滑りましたね、片山です。片山がゴール前にいました。最後滑ったのは高橋ですか、湘南のですかね、はい、サビオ転がした、後ろから手塚、サビオクロスボール、ファーサイドヘディング、サイドネット、犬飼のヘッド、いいボールでしたね。しっかり見てるんでしょうね、犬飼のポジションも含めて、うん、ですかね。吉田が狙う、キーパーパンチング、枠には行っていました。少しコースが、まあ、正面すぎましたけどね。サビオ前を向く、細谷へ、細谷、細谷のシュート、先制柏、53分、細谷のゴール、サビオから細谷、このホットラインで先制ゴールです。見事ですね、中からでしたね。まあ、しっかり湘南の方も締めてたと思いますけど、下からのスクリーンに対してズバッと入りましたし、正面頭上ですよね、一番手が出ないところに強いシュートを持ってきましたね。見事ですね。得点は0対1、柏リード。さあセカンドボール、豊島行く、豊島行った、豊島マイナス、追加点が入りました。合わせたのは木下、柏に大きな追加点、木下今シーズン9ゴール目、マイナスのクロスに走り込んだ、そして流し込んだゴールです。まあ、やっぱり長いボールを入れたところなんですよ。で、背中からしっかり前向きで豊島がセカンドボール拾って、速いボールに対して木下ドンピシャですね。少しボールも浮いてたんで難しいと思いますよ。浮いてるボールに対してインサイドで面を作って、
手が出ない遠いところに持ってきましたね。サイドネットですね。素晴らしいゴールでしたね。力を使う阿部の展開。鈴木これパス、ルキアンワンタッチ、福田のシュート、惜しかったですね。キーパーもしっかり出ました。さあ一気に前線へ、根本、中にはルキアン、根本シュートか、ワンタッチアピール。オンフィールドレビューです。ところから少し肘の下、当たってることは当たってますかね。はい、PK か。 PK です。判定 PK。 阿部の右足転がしてゴールイン。1点返した湘南、1対2。阿部は今シーズン2ゴール目、 J1 通算49点目。今長いホイッスル、試合終了。1対2、勝ったのは柏、4試合ぶり勝利。湘南相手に大きな勝ち点3です。